します。1、2の、はい。もちろんお願いいたします。乾杯。で勉強していた時にわからない論点があってネットで検索をしていたら横溝先生のブログにヒットしたんですね。それ読ませていただいてとても分かりやすくてぜひこの先生に習いたいなと思って選びました。初めての法律の学習者ということもあってレックさん幅広く法律の講座をやってらっしゃってなおかつ横溝先生の歯切れのいい分かりやすい授業があるというのを知りましてレックを選ばさせていただきました。たくさんあります。すべてがいいと思います。私は実は落ちてると思って今年合格を目指すプレミアム合格塾に申し込んでいて予想外に受かってしまったのであまりたくさん先生の講義を受けることができなくなってしまったんですね。なので合格したのは本当に嬉しかったんですけどちょっと寂しいなと思うぐらいとても楽しい講義でした。歯切れよくなおかつレジュメなども分かりやすく作成されているのですっとこう頭に入ってきやすいというふうなところがありました。あとは、モチベーションを保つっていうふうなところになるんですけれども、だらけてきたようなタイミングで今まで学習を続けてきてよくやりましたっていうふうな一言が入っていたりとか続けていく上での工夫というふうなところもいろいろ教えていただけるので大変進めやすかったっていうふうに思っております。本当に最後の最後まで諦めないということがやっぱり一番大切で、もう前日もしくは当日まで本当に学習すれば点数につながるような試験だと思いますので皆さん諦めずに頑張ってください。なかなか大変な勉強にはなってくるかと思うんですけれども基本大切に一つ一つ自分で確認しながらそしてしっかり繰り返すっていうふうなことを守りながら頑張れば合格っていうのは手にすることができると思いますので頑張ってほしいなって思います。フリーターだったんですけど街の方ブラブラした時に案内看板見て資格取れるかなと思って勇気出して足踏み入れたんですけどその時に勇気づけてもらいまして今ここにいるって感じですね。 YouTube で横溝先生のお話それを伺いましてですねお会いしてみたいなっていうことで実際に伺いました。その時にマンツーマンでやっていただいてあじゃあと思って決めさせていただいたとそういう流れです。私 FP をしておりましてその FP の研修会で行政書士の資格を持っている方と知り合いになりましてでその方からぜひ横溝先生のクラスを受けてみたらどうかと勧められましてそれでレッグを選ばせていただきました。インターネット上の行政書士サークルみたいなところで意見交換をこうやってしていた時に九州の方の方だったんですけれどレッグの横溝先生っていい先生がいますよって教えていただいてそれでレッグを選びました。授業が本当に面白いんですよね。例えば判例の事件とかを説明してくれるんですけどちゃんと背景の話を語ってくれて知識じゃなくてもう体験みたいな感じで覚えられた。そのおかげでもう判例は横溝先生の授業を受ければ制したも同然なんじゃないかなっては思います。面白おかしくったら変ですけど もうずっと固い話ばっかでもなくてこう中にこう息抜きを入れていただいたりとかでね非常に分かりやすかったっていうのはあります。私もちょっと途中からですね授業に出れなくなったのでウェブで拝見してたんですけどもでその時も何回も何回も繰り返し本番の試験でも横溝先生のその画像が出てくるんですよね。で実際記述でもうまく点数が取れたということで今回合格できたんですけども先生の講義のうまさっていうのを非常に感じました。分かりやすいお話の仕方で実例を挙げて時にはそのエピソードも交えてですねお話ししてくださったので非常に印象に残って分かりやすかったっていうのがあります。
レジュメは非常にコンパクトにできておりまして、コンパクトはインパクトだと、そういうふうに思いました。プレミアム合格塾で通学をしたんですけれども、勇気を出して前の方に座ってみたんです。先生から刺されるんです。刺されるのが緊張して答えられない時もありましたけれども、緊張感の中でこうって一生懸命考えてそれで答えを出すっていうのが記述の訓練になったんじゃないのかなってそう思ってます。本当に先生のおかげだなと思ってます。ありがとうございました。とにかく、まあ、継続が大事ですね。ブランカが開くと忘れてしまうんで、1時間とかもっと短くてもいいから絶えまずやるっていうことを癖づければ、1年じゃなくなったとしてもいつかは絶対受かるものだと思うんで、継続は力なりの気持ちで頑張っていただきたいと思います。継続は力なりで、時間の短い長いに関係なしに毎日やるのが一番だと思います。例えば心が折れた時とか気持ちが折れた時は、なぜこの試験を受け取るのかなっていうのに戻っていただくとですね、そこでこう自分を奮い立たせることができると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。夢は叶いますので頑張ってください。繰り返しが特に大事だと思います。復習をしてもそれで分かったつもりでいると結構忘れていることが多かったので、必ず繰り返しをすること、これが大事だと考えました。先生からは本試験では何が起きるか分からないということをおっしゃっていただいて、で実際その難しい問題に当たったとしてでもですね、先生のお言葉をお借りすると、あがいてあがいてあがきまくれという、最後まで諦めない心でやることが非常に大事だと思いました。そういった心がけで頑張っていただけるといいと思います。私は仕事をバスの運転士なんですが、法律とは全くの無縁の仕事をしていたんですけれども、中年になってから法律を勉強しても一生懸命諦めないで努力をして勉強すれば夢は叶うという身をもっては分かりましたので、これから行政書士を目指して勉強される方、僕と同じような仕事をしている方でもこうやっていらっしゃいましたら、絶対にできるということで頑張っていただきたいなと思います。合格おめでとうございます。ありがとうございます。今回レックを選んで勉強していただいたということなんですが、そのきっかけとかって話していただいてもいいですか。ツイッターをやってて、もともと行政書士受ける前から横溝先生はすごい人だっていう情報が流れてきてたので、行政書士の講座を選ぶときは横溝先生一択で講座を受けました。なんか自分で聞くのもあれなんですけれど、私の授業で受けててよかったなとか、通信でやっててよかったなっていう点とかあれば。講座の量自体はすごく多いんですけど、ただ最後に一言メッセージをくださったりとかということで次の講義に進めたっていうのは一つあります。模試を受けた時なんですが、1年目なので本当に点数が伸びなくて毎日涙目になりながらやってたんですけど、でもそのフォローを横溝先生が講義でしてくださって、もうそれが本当に私の力になりました。どんな感じのフォローとかって印象に残ってるのってありますか。今回点数が伸びなかった人も、まあ、最後まで諦めずに頑張れば必ず点数はついてくる、必ず合格できますからっていうことを聞いて、まあ、涙を流しながら見たのを覚えてます。これから勉強して合格しようというふうに思っている方へメッセージをお願いします。はい、おそらく、まあ、初学者の方なんかは講座を見た後全く何から手をつけていいかわからないと思うんですけど、まずは必死に問題を解いてみてアウトプットをして、で点数が伸び悩んでしまっても諦めずにやっていれば必ず合格できると思うので頑張ってください。というようにですね、いろんな年代の方が、いろんな境遇の方が受けていらっしゃって、やはり受かる人はもう諦めない人だというふうに思っていますので、きっちりと努力をしてですね、やるべきことを積み重ねて、どうか2020年度の合格というものをあなたも勝ち取っていただければなというふうに思っています。行政書士の講座を受ける前に、昔貸金業のやつをレックさんで受けたのがきっかけで、そこでまあ行政書士っていう資格の講座をやってるのを聞いたもので、受講したいと思って今回受けさせていただいたという形になります。皆さんから行政書士を目指せ目指せって言われてたんですけど、なかなかきっかけがつかまないでいた時に、先生と一緒に仕事をさせていただくことがあって、レックの講師をされてるっていうので、ぜひってお言葉をいただいて、レックをちょっと調べさせていただいて、まあ、他のも見たんですけど、レック安かったですね。ですので、あと自分の家に近いところに何か所かいっぱいあって、どこ行ってもいいですっていう
のはすごく魅力的で、仕事がフリーであちこち行くもんですから、どっかの一つの学校って決められないので困ってたんですね。それがどこ行ってもいいですって、何回行ってもいいですっていうのはすごい魅力的でした。知識の多さですよね。レック以外の講師もそうでしょうが、日高先生以上に知識がある方っていうのはそういないと思いますので、それがやっぱり一番ですし、わからないことは本当に何でも答えてくれる先生ですので、あとは本当この人柄、まあ見てもらえばすぐわかると思うんですが、やっぱりこの人柄が一番いいと思いますので、質問した時の対応がすごく落ち着いて、ゆっくりとすぐ答えないで考えながら、そんなに難しい質問をしたのかなって思うほど簡単な質問に対してもいろんな角度から答えてくれたんですね。それがとってもゆっくりな答えだったもんで、私も一緒に考えながらできたっていうのは良かったです。結構難しい試験だと思うんですが、合格っていうことを目標に掲げて行政書士の試験を受けるんですから、最後まで自分を信じて、日高先生を信じて、大きければレックも信じてくださいって形でやっていただければいいと思いますので、諦めないでくださいってことですかね。模試試験をレックだけじゃなくていろんなところで受けたんですけど、最初は120点とか、よくて140点とか、最高点で160点で、で周りのクラスの人たちがみんな180、200ってなってる時も本当に焦りましたね。でも先生とか一緒のクラスの人が、いや最後までわからないって言ってくれて、そう言ってもらうのが分かってるんだけど、言ってもらったことによってまた頑張ろう頑張ろうって、それが絶対に合格した秘訣だったと思います。本当に、おめでとうございます。行政書士の資格っていうのは、試験自体は基本的な科目のみの、学習ということになりますので、合格した後も、登録すれば勉強が続いていきますので、私も行政書士会のその改正民法の講義などを、担当しておりますので、ぜひ、機会があれば受講していただければと思います。宅建の勉強でレックを利用しておりまして、レックのテキスト講義の高さに自信があったので、2019年度の行政書士の勉強をしたいと思って迷わずレックにいたしました。もう一つの、勉強しようと思ったきっかけが、加藤先生のガイダンスに参加した時、この先生の授業に参加すれば間違いなく合格できる確信を持ったからです。形に問われない柔軟な講義でして、オリジナルレジュメは受講者生徒の方はいいって言ってますし、すごいコンパクトにまとまっておりまして、先生の言うのはその日の授業で生徒の反応を見ながら講義の内容を変えたりですとか、行政法とかの勉強している時も憲法とどうリンクしているっていう立体的に縦横無尽に展開されていくので、非常に行政書士っていう広い範囲の中で効率よくポイントをつかんで教えてもらうことができたので、それが合格の大きなポイントになったと思ってます。やはり毎日勉強するのが最大の秘訣だと思います。頑張ってやり通せば必ず来年これを見ている方も合格できると思いますので、頑張りましょう。家から近かったっていうのがあるんですけど、家から近かったっていうのと合格率は高いっていう噂があったので入っちゃいました。今ですね、従事している仕事があるんですけども、こちらの仕事に必要な資格を取得するときにある学校に通いました。その時の成功体験がありましたので、横浜駅の縁があるところでぜひ最後まで頑張りたいと思ってレックを選びました。行政書士の資格っていう意味で、もちろん良かったっていうのはあるんですけれども、結構通常なんか仕事していく上とかでも結構使えるようなノウハウだったりとか、本当に基本の基本から教えていただきまして、実務でも実際に本当すごいよく使えてて、前よりもちょっと手引きとか読むのが早かったりとか、資格試験だけでないところまで教えていただけたというところです。最後まで諦めず、頑張ってください。私でも取れたので誰でも取れます。大丈夫です、頑張ってください。本試験は予想を超えて難しかったですけども、最後まで諦めないで頑張りました。皆さんもできると思います。いかに過去問をやれるかっていうのが勝負になりますので、皆さん諦めずに過去問、迷ったら過去問、とにもかくにも過去問頑張ってください。ということで皆さんもね、一緒に今後とも頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。横浜クラスでぜひいらしてください。いろんなところをちょっと見て回ったんですけども、レックさんの方が一番充実してるなと思いまして、千葉は通うのもちょうど良かったということと、二戸先生のクラスに入ってですね、毎週ですね、記述の問題を出されて、翌週回答と
点数をもらえるんですね。そういった形を繰り返すことによって自分のペースメーカーにもなりましたし、自分が仕事で行けないような場合はウェブ講座で補習ができるということで、非常にペースメーカー的に役に立ちまして、それがこう積み上げた形で無事合格することができたと思ってます。おかげさまで1回でなんとか、66歳ですけども、なんとかなりました。すごい。講義自体が質問を投げかけて答えを引き出すっていうんですか、答えてもらえないと次に進まないみたいなところがあって、やはり皆さんちょっとプレッシャーかかるような形で、で間違ったことを言うとなんかそれでいいのかなみたいなことを言うのが一つと、毎週ですね期日式の宿題を出してもらってやるんですけど、私は自分で本当にできたと思ってるんですけど、帰ってくると0点とか本当にひどい散々なものだったんですけど、そうするとポイントがだんだん分かってくるようになりまして、非常に役に立つ講義でした。私の勤務地に近いということはまず第一であったんですけども、受講相談をしたときにそのスタッフの方が新渡戸先生を推していただいたということが新人校に決めたという理由の一つになります。先生の民法の授業は本当本当に分かりやすくて、民法の授業が終わった後にですね、宿題として新渡戸先生オリジナルの記述の問題をですね出していただいて、その宿題を毎週毎週繰り返すことによって合格を勝ち取れたと思ってますの で、それは先生が本当忙しい時に毎週添削をしていただいてですね対応していただけたんですね。本当にそれが合格に導いたと本当に思っておりますので、新渡戸惜しいですね。今回の試験無理だと思ったんですけども、先生に言われた通り最後まで諦めないで頑張れと、終了のチャイムが鳴るまで最後まで頑張ることができました。なので皆さんも最後の最後まで諦めないで頑張っていただければいいのではないかというふうに思っております。私の講義は皆さんに考えてもらう講義をするようにしてます。だから講義中に皆さんに質問をしたりすることが多いです。講義中に考えてもらうことで単純な理解、記憶じゃなくて理解をしてもらうっていうことの講義に重点を置いてます。それこそが今試験に求められていることなので、ぜひ一緒に勉強しましょう。お願いします。これから先ますますのご活躍をお祈りして一本締めしたいと思います。ではよー